外で血を流すと体温を失うから致命的よ。気をつけて。ああ、やろね。あ、上にもいた。大物の蛇の身みたいだろ。この格好で連中の中に潜り込むんだ。もちろんバレたら命はない。だから得られるものも大きいのさ。危ない橋渡ってますね。あ、ここにもいますね。鶴とは蛇だめの敵なら我々の同士だ。必要なものがあるなら提供しよう。武器合成大丈夫かな？やってますね。うん。持ってやるしな。異様な横隔があるからね。それやらんとね、まずね。怪しい格は持ってねえけど、異様な横隔と、霊動力のかけらがいる。無理やね。まあ、今はいいや。あ、誰かいる。光目とか信用できるの？もし敵の手先だったら、メリクの決定だ。受け入れるしかな。納得しないやつ多いな。光目を受け入れるなんてメリクは何を考えてるんだ。連中のせいで同志が何人死んだと。カラクリアから来た男だってどこまで信じて、おっとここにいますけど、何かあるの、うん、何もないね。ここはよし、まあ下へ行くか。上にショップがあるということか。ちょっと自由に動ける状態で、ね、終わろうと思います。自由にね。さて、どこかな？どこに行けばいいかな？あー、こちら側に行った方がいいかな？そんな気すんな。その前にちょっと探索しがてら行きましょう。お、何か、ムービーが、入ってきたな。あれは、光を作り出しているのか。そう。鋭に逆らうダナ人を、あちこちから連行してきて、あの中で働かせてるの。見せしめも兼ねてね。ジルファもあの中にいるんだろうか。あの光が集まる場所を見てみたいわ。案内して。何かありそうやな。投光器の光が集まるのなんて、ここからだって見えるじゃないか。もっと近くで見たいの。確かめたいことがあるから。目立つ危険を犯してまでして何を。行けばわかるわ。うん、とりあえずこっち見ていこう。怪しいと思われたらすぐ通報されるから。蛇の目だけじゃなく褒美目当てのダナ人もいるんだったな。その割には結構通りに人がいるな。家に閉じこもってる方が安全じゃないのか。あまり閉じこもりすぎてるとそれはそれで隠れて何かしてるって疑われるからね。疑われる前に疑う。疑うことで疑われずに済むか。やるせないな。なるべく人通りの少ないところを。あ、おい、しよ。ただでさえ私たちは見慣れない姿をしているのよ。なら逆に堂々としている方が怪しまれないわ。キョロキョロしないで、ちゃんと目的地があるって顔で歩きなさい。こそこそするのは性に合わないってこと。これだからレナは。レナだからどうかは知らないが、一理あるのも確かだ。どの道身動き取れないんじゃ意味がない。追いかけよう。まあね、堂々としてる方がね、するとかにも合わないっていう、そういうね、ことあるからね。話しかけて、なんですか？私は仕事をしているだけです。ごめん。ただ、話しかけたかっただけなんや。嬉しくて。みんな表情が暗いわね。無理もない。ずっと夜の人に感じてるわ。気がめいりもするさ。蛇の目もうろついてるからね。笑うとか大声とか、とにかく目立つのは命取りだから。マジか、やば。うわ、怖いところや。軟弱な意識を抱え込んで仕事になるのか。ほとんどは使い走りだな。だが中には面白い奴もいる。
まだガキだが腕が立つのとかな。ああいうのを抱えておくと、あ、楽できるのさ。うわぁ。うわぁだわ、ほんま。で、どこに行くんかな。うん、ファーストトラベルポイント。あ、ここ?そういうこと?何かあるかな?アイテム系は、なさそうな気はするよね。どうした?どうしたこの子?貴様が反逆を壊れていると報告があった。そんな何かの間違いです。投稿記憶リーダー、覚悟するんだな。何を見ている?貴様を、投稿記憶になりたいか?いや、なりたくないです。早速さと退散しますね。再開してますね。こっちから行くとこ。行っていこう。やばいな。いろいろとな。お、何か いるな。誰もが、なきなしの秀吟のために、寝首をかきや、わしはもの使った。そっか、疲れたか。それずっとな、気張ってたら、そうもなるよね。おい、よそ者が入り込んだらしいぞ。誰かに先越される前に俺たちが密告して褒美をいただこうぜ。うわぁ、ここにいますけど何か。ここ横にいますけど何かってやつ。おう、来た。ナイス。おい。お前。あ、はい、何でしょう。住居と作業場以外に出歩いているとの報告があった。一体何をしている?それは。ダメだよ、アルフェ。まさか、まさか反逆者ども、反逆者ともに通じているのか?あ、メスともありません。子供たちの面倒を見ているのです。親が投稿金に怒られてしまった。うん、どうだ。まあいい。不必要に出歩いたお前も投稿金送りだ。その親とやらに挨拶してくるんだな。では、子供たちの面倒は誰が見るのです?知ったことか?誰もそんな作業は命じていない。来い!ああいう人たちから投稿機に怒られちゃうんだ。くそ。胸くそ悪いところやな。すると倒しに行こう。すぐに。これがお褒美だ。死んだ奴がいたらまた。知らせろ。はい、ありがとうございます。おい。あんた知ってたのか?ん?あん?アルフェ。あんたが密告した人は、親のない子たちの面倒を見ていた。だからなんだよ。親がいいんだよ。投稿機から戻された、スタバロのな。働けねえから食い物はもらえねえ。俺が何とかするしかねえんだよ。だってこんな。じゃあ、てめえがくれんのかよ。ほら、さっさと持ってこいよ。声出しちまった。すまない。すまなかったら言われる。行こう。ジルファを助け、この国を解放する。悲しいな。その連鎖を断ち切ろう、アルフェンが。そうするべきや。いないかね。怪しいな、怖い。じゃあ、始めましょうか。怖いよ。ならやめて。いろよ、こいつ。すっかり縮み上がってるぜ。売れてるのはサムサムしてるだけか?勘弁してください、俺は何も。あ、いいとも。代わりにお金でことを流らんで奴のことを教えてくれたらな。よし、それじゃあゆっくりお前の話を聞こうか。投稿記憶には嫌だろ?うわぁ。うわぁ、だわ、ほんま。何かあってからでは遅いからね。あとからでもできんやけど。あとからでもできると思うんやけどね。できないところもありそうやからね、たまにね。よし!来たぜー!光を注いでいるんだ。光、精霊力か。そうか。だからこの国は昼でもこんなに暗いんだな。闇に覆われて。闇というより光の欠如と言うべきでしょうね。光の欠如。光がなくなれば暗くなるでしょう。どう違うんだ。精霊力としての光があるように闇もあるということよ。知らないの?いいこと?精霊力には属性というものがある。それが治水、火風、
そして闇と光の6つ。ただ、闇はレナにしかないし、光はダナにしかないから。スルドブリガでも集めるのは、治水、花粉、光の5種類だけよ。本当だよ。だから、私は闇の精霊力を扱えないし、反対にレナは全員、光を使えない。例外があるとすれば、光のマスターコアを持つ、ここのスルドくらいでしょうね。とにかく、カラグリアで火を集めていたように、ここでは光を集めているってことか。大昔は、シスロディアにも昼と夜があったんだって。でも、300年かけて、シスロ殿から国中にあの暗闇が広がったんだって言われてる。昼と夜、そんなものすら奪ったっていうのか、レナは。長居は無用よ。気取られる前に離れましょう。闇雲に回っても拉致が開かないな。と言って、蛇の目に尋ねるわけにもいかないし、思い切って奴らの本部に忍び込むか。そんな芸当ができるなんて初耳だわ。あ、ねえ、あそこにいるのって。ジルファの息子の、確かローだったな。なんだか様子が変だ。何言ってるの？手間が省けたじゃない。あ、おい！お前ら確か何の用だ？危害を加えるつもりはない。静かに話したいだけだ。いいか？話せよ。ジルファの居場所を知りたい。助けたいんだ。なんでだ？なんで？お父さんなんでしょ？ああ、そうだ。親父だよ。俺を捨てやがったな。そんな。嘘なもんか。あいつは、光目とやり合うことに夢中で、お袋が死んだ時にすら帰ってこなかったんだ。だからってスルドの手先として働くのか？悪いか。あんただって、そこのレナ女とつるんでるじゃないか。それに奴らがいざとなればどんなことをするか知らないとは言わせねえぞ。俺がこんな格好してるのは、せめて、俺たちが受ける苦しみを最小限にするためだ。非弁ね。結局、戦わず逃げているだけじゃない。それを何？自分だけが辛いみたいに。てめえに何がわかるって言った！しかし、いいこと。あなたみたいな。やめろ！お前とジルファの間で何があったのか、俺にはわからない。だが、あの村で戦った時、ジルファはお前には手を出さなかった。あんなジルファを俺は見たことがない。あれはお前を傷つけたくなかったからじゃないのか。その後一人残ったのだって。俺にはジルファが意味もなく、誰かを見捨てたりするとは思えない。知っていることがあるなら教えてくれ。頼む。親父が今どこにいるか知らない。けど近いうちに本部前の広場で見せしめに処刑するって聞いた。処刑？わかった。ありがとう。なんでそうまで親父を助けようとするんだ？ジルファは俺に剣を取る機会をくれた。
考えることを教えてくれた。俺はもっとあの人から学びたい。広場で処刑。私たちだけで行くのは危険すぎるわ。メネックに頼めば協力してくれるはずだよ。よし、彼に相談してみよう。この隅はここね、ここね。ちょっと見ていきますね。仕切ってあるからね。リンウェルの魔法も精霊術の一種だって話だったけど、それにしてはレナのとは随分違って見えるのはなぜなんだ。レナ人がどうやってるか詳しくは知らないけど、精霊力を操るのは同じだよ。やり方が違うってだけで。呪文を唱えたり不思議な記号を出したりするのか。剣の使い方にもいろいろあるでしょ。それと同じ。あ、属性の違いはあるよ。光はダナ、闇はレナにしかないから。そうだったな。じゃあ例えばリンウェルが闇の属性の魔法を使うなんてことはできないのか。自分の中にその属性の力がないから。間接的な方法ならあるかもしれないけど、私も一族が知っていたことを全部学んだわけじゃないから。そうか、教えてくれてありがとうな。うん、よし、じゃあ戻ろうか。いや、戻る、あと出てくないね、何もね。うん、出てくない、OK、じゃあ戻ろう。どこかな。これね、隠れがあるから、ここですね。風に乗ってひとっ飛び。ひとっ飛び。たらよかったのに。よかったのに。違うもんな。発射するべきもんな。よし、じゃあ戻ろうか。どこで終わるかが気分になってきたな。スキルポイント集めとかしたいからね。あ、ここじゃない。こっちやった。よし、隠れが入ろう。君たちか。まだ我々の方では有力な情報はつかめていない。もう少しかかりそうだ。情報なら得た。ジルファは近いうちに処刑される。連中の本部前の広場でだそうだ。なんだと？それが本当ならいつになく早いな。それだけ彼を危険視しているということか。助け出したい。力を借りたい。うん、簡単ではないが、なんとか考えてみよう。広場でやるからにはおそらく事前に告知があるはずだ。それまでに。蛇の目だ。囲まれている。なんだって、まさかこいつらが。よさないか。みんな応戦だ。メネック、俺たちも戦う。いや、君たちは先に脱出するんだ。リーメル、わかるな。うん、奥の地下水道だね。しかし、他領から来た君たちをここで失うわけにはいかん。心配するな。少々時間を稼ぐだけだ。後で連絡する。さあ、行きたまえ。町の下にこんな通路があるなんて、もっと不潔かと思ったけど。リーメル、ここは安全なのか。いざって時の抜け道だから、そのはずだけど。そう都合よく行かないよね。なら後から脱出してくる連中のためにもせいぜい減らしてやるさ。行こう。俺たちが来た途端敵が。やっぱり俺たちのせいなのか。考えるのは後だよ。早く逃げないと。そうやね。とりあえずちょっとね、
移動できないね。はい、そういうことです。じゃあやっていきましょう。町の外からの抜け穴といい、どうしてこんな通路があちこちにあるのかしら。蛇の目が人目を避けて移動するためというわけでもなさそうだけど。遺跡じゃないよな。リメル知ってるか。下水だよ。地下にあるのは凍らないようにするためだけど、大きな町なら別に珍しくないよ。そうなのか。カラグリアには下水とかなかったの？知ってる限りではな。汚物だろうがなんだろうが、不要なものは全部燃やしてしまうような国だった。奴隷の死体すらだ。燃料にもならないのに不思議だったな。あれも精霊力を取り出すためだったのかもな。すまない、こんな時にする話じゃなかった。よし、行こうか。この子は慌てないで。銀の剣のものよ。怪我をしてるなら見てあげられるわ。ああ、オッケー。うん。それだし、この先にもすでに敵が侵入してるようだ。足りないものがあればここで調節していくといいの。オッケー。ナイス。それは分かった。じゃあ行こう。なんだ？何の敵？何か敵おるよね、あれ。敵じゃないのか？ようわからん。こいつ精霊術を使ってくると。その時は任せて。私なら止められるから。お、チュートリアル入る感じかな。ですね。リーベルのブーストアタック。マジックキャンセル。精霊力に干渉する特殊な技で攻撃します。術が得意な敵に有効で、霊障中の術を妨害して自分にチャージできます。霊障中の敵すべてに効果があり、妨害された敵はしばらく術が使えなくなる上、ダウンします。いいね。チュートリアルスタート。だろうね。うん。間違えたよ。お、ナイス、サクセス。あなたの投票はもうええから。もうええから。リーグルのブースターだ。マジックキャンセル。術を使用してくる敵が現れたらリーグルの出番です。練習しているうちにブースターアタックを当て、その術を奪ってしまいましょう。やれるよ。まだ終わらないよ。もう達成してるからね。あとはやるだけよ。ほら。うん。ナイス。おお、危ねえ。当たらないよ。危ねえ。よいしょ。お、ピースティング出てくる。お、王閣。王閣って戻ってきちゃった。あれなんでやろうな。うん、やったね。600。ああ、お金がね。うん。お金がね、ちょっとお金工面しよう、ちょっと。うん。で、武器作成で、こっちのこれよね。霊動力のかけらはないから。とりあえずこっちを目指そう。金槌の音っていいよな。金槌の音、ああ何のことかな。この下行ける。あ、行けるね。よし、戦っていこう。よーし、ナイス。
要はしないぜ。ナイス言いましょう。ナイス終わりだ。ん？あ、すべて終わったの。人の気持ちというものがしかもちょっと分からないところがあるんだな。そんな気するな。お、何かあるぞ。またキノコか。キノコかーい。で、行くところは、下には何もないが、何かある。おそらく何かある。おそらく何かある。ナイス。ナイス。これで行くぜ。終わる。やりやす。いいね。いいっすね。1300ガルド。あ、嬉しい。嬉しい。打って大丈夫やったのかな。ちょっと不安になってきた。言わされながらちょっと不安になってきたな。下には何もないということなんで、ちょっと行ってみよう。突破するぞ。よいしょ。オッケー。倒したぞ。ナイス。あばよ。奥義で一発じゃん。治療か。しておこう。ファーストエイド！ディックスタイル！ヘビの身から隠れてたら、ズーグルに襲われたんだ。これやるから黙っててくれ。頼むよ。お、ようなおかげ、あった！俺はウィン。何か、言わすね。とりあえず戦っていこう。あ、いって、うわ、ぶれ！怖い。アップだ！怖っ、こいつら。危ない！ちょっと待って。死ぬ。怖いよ。よいしょよいしょ、あばよ、ナイス、終わる、素晴らしい。いやー、怖かった今。おー、やった、王国めっちゃ来た。王国幕めっちゃ来た。王国幕ではない。オニキスクローク。あー、なるほど。ナイス。そうやな。ここやね、やっぱり。ようやく、リンウェルの装備が出てきましたね。上にも行きたいけどね、ちょっと待って。武器強化しとく。アイテム、武器作成と。この、オッケー！よーし。俺の勝利が近いぞー。もろとも続きゃー。もう、あかん。あっぶねー。当たんのかい。それは知らんわ。
痛いよ。やば、怖い。やば。やば、マジ怖。これでいける。うん。怖いな。よし、終わったから。まだやった。ナイス。いや、怖。お、やった。キイチ組嬉しい。ん？降りる？降りれんの？向こうに何かあんのよな。ああ、わかった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 。おお、びっくりした。びっくりして、ちょっと、ジャンプできなかった。やるか、ならば。マジでびっくりしたからな、今のな。やめろ、やめような、そういう系な。よいしょ、ナイス。やめて、これ、一緒に。うわ、使う目になる。怖い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 。マジで怖い。おおお、よいしょ。怖い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 。怖っ。よーし、ナイス。怖すぎ。お、なんか来た。どうした？ゲットエンブレム、リベル、スペルキャンセラー。お、お、飛炎が取れた。ナイス。300いってる。ダウン中の敵に与えるダメージがさらに増加か。これ取っとこう。これは必要や。よし。よいしょ。あ、いいえ。な、オレンジ首使っとこう。よし、ナイス。こういうことやな、結局な。うん。上限来ちゃった。15個か、やっぱ。オレンジ組とか。そこら辺は。何かありますね。取っとこう。さっきの。何？ああ、終わったよ。うわ、いっぱいだよ。怖っ。絶対もうこれやめて。怖い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 、もう。よいしょー。ああ、もうまたそれ、もう攻撃してる最中でしょうが。怖い、もうこいつ嫌い、こいつが嫌い、もうやばい。あ、なんでリキャスト中。怖いな、もう。もう、また、やめて。やめてくれ、マジで頼むから。怖いねん、こいつら。アップだ。ナイス。ミスター、大ブラ。うん、あば。あーばばばばー。よいしょ、ナイス。あばよ、奥義で一発じゃ。引き締めていこう。怖っ、怖っ。あ、なんかあった。ナイス、ナイス、ジャスミン。いいのかしらこれ。よくないと思うな。うん、なんでなんでこんなところにジャスミンなんて入ってんのかな。やだな、臭いな。あーって見ながらね、走っていくんですよね、俺いつもね。さあ、取っていこう。トリート。HP を1000回復。
周囲に巻いて使う貴重な治癒薬。おお。なるほど。そんなものがあると。こっちにも何かある。リーチ組あざーす。もうなんもないかな。